皆さんこんばんはじゃないですね、こんにちは、はじめまして。まあ今藤沢ジョージ君が話してる、ね、ハワイで僕も彼がすごくサンセットビーチですごい大波、この天井ぐらいの波乗ってるのを覚えてます。それで日本に来て鎌倉の小坪だね、ジョージ君、そうです、小坪に住んでるっていうのを聞いて、あのタイガーに電話かけて、何やってんだって言ったら、いやー、まあもうお金もなくてね、草を食べてるっていうわけですよね。お、まあ、こんな偉い人にね、もうタシー行ったら、藤沢ジョージ君がタシー一緒に行ったことあるんですけども、200人ぐらい坊さんがひざまずいてタイガーにウェルカムしたらしいです。それを藤沢ジョージ君に聞いた時に、僕はすごい人だなと思っていました。それで草を食べてるっていうから、どうしたんだったら、いや、まだ日本に来たばっかしで、お金もないし、草を食べてるって言うんで、いや、うちに来いって、止めてご飯を一緒に食べたりしてるうちに仲良くなって、それで仕事もサーフボードも削れましたから、ボートを削ったりして、すごく仲良くで、日本酒が彼好きで、ふんどし一丁でなってね、日本酒飲むわけですよ。で、僕に付き合ってくれて、で酔っ払うと鼻で笛を吹くんですよ。でそれがすごくうまいんですよね。でまたみんなが喜んでくれて、すごく人のために生きた人です。で最後に僕の奥さんが亡くなった時に、5時間ぐらい僕の手を握って、僕に気を与えてくれました。その時5時間ぐらい経ったら、 やっと僕の心臓がパクパクパクっとこうなって元気が出ました。その時にこの人すごい人だなと思って、人のためにこうやって生きている人なんだなと思いました。それでお通夜が終わりで、お墓を作った時に彼がデザインもしてくれて、アロハヌイっていうお墓に名前を付けてくれたんですよ。それでお墓もパイナップルが30何個こう並べたっておかしなお墓なんですけども、今すごく新鮮だと思います。ともかくタイガーは檀家の人に面白いお顔をデザインしちゃったもので、一本一本100何個って何件ってあるんですけど、檀家お墓が一本一本1000個あげて、こう供養して、でタイガーが「マーボーアロハヌイ」って言ったから、何なんだ、英語で言えって言ったら「ストロングイズラブ」、どういう意味なんだって言ったら、「アロハはみんなファミリーだ」って言うわけですよ。だから皆さんのお墓をファミリーが兄弟やり親が供養しなさい、ストロングイズラブ、強い心で供養しなさいっていう名前を入れてくれたんですよ。今でも入ってます。だからもう今日はもう今ご住職に拝んでもらって、もうジョージ君と半目相を書きながら、すごいなっていうことで、ともかくタイガーは人のために生きた人です。すごい立派な人です。確かにお金はなかったと思います。でも人の心を動かす、お金なんかなくてもみんなが助ける、そういう人物でありました。だから今日は来てすごく良かったなと思います。ありがとうございます。